まあ、このように DJI アクション2をエピックデザインのキャプチャー V3 につけて撮影しています。手ぶれとかどうでしょうかね。ちょっとやっぱ肩の位置だと少しブレるというようなことを他のクリエイターの方の映像なんか見てですね思ったんですけど、ここ非常につけやすいので、この位置が綺麗に映るんだったらそのまま運用していきたいなと思うんですが、ちょっと今日は初日なので、まあ、実際に編集しながら見ていきたいと思います。このTサイトにはですね A&M というアウトドアのお店もありまして、ここ結構僕利用しているところですね。カバンだとか、キャンプ用品ギアなんかをですね結構ここで買ってます。今日のお昼は、こちらのミートダッシュでハンバーグを食べたいと思います。ミートのテラス席も外でも食べられます。今日はちょっと寒いので中にしました。調味噌ハンバーグとは卵かけご飯です。久しぶりに DJI アクション2を DJI 前ものアプリと接続したら、バージョン 1.02 というアップデートが出てました。だいたい1週間ぐらい前にですね、そのアップデートリリースされてたみたいなんですけど、なんとこちらのアップデートで、4K60p ホライゾンバランスというですね、角度45度までの、手ブレ補正を使って撮れる機能が搭載されました。以前はですねロックステディという、手ブレ補正機能、あとは、ホライゾンステディですかね、これ180度とか回転 OK なんですけど、ただ、4K が取れず 2.7K まででした。これなんと 4K60p まで、45度という制限かかりますけど取れるということで、いかがでしょうか。今ですね、まあ、かなり手ブレ補正を抑えられてる感じがしますので、あんま動かしてもほとんどブレがないです。ちょっとなかなかこれはいいんじゃないでしょうか。柏の葉キャンパスの今ここはアクアテラスというところに来ています。隣にはですね、T サイトがありまして、この T サイトの前にアクアテラスというこういった水辺のですねちょっとしたテラスが作られています。で、今日はですね、2月の1日ですね、になりまして、なかなか、2022年になってから、空撮旅行ちょっと行けてないんですけれども、実は今もっか準備中です。いろんな機材とかですね、あとは2月の中旬から下旬ぐらいにかけて、今回は栃木県に行きたいなと思っています。そんなこんなでですね、準備をしながら日々を過ごしています。そして今このようにですねアプリを使って DJI アクション2はスマホから
モニターができたり、コントロールができます。今、ちょうどこのボタンを押してですね、ここにあるこの DJI アクション2のカメラの録画をオンにしました。ちょっとさっきの映像を見てみたんですが、ここではちょっと傾きが例えばね、こう右に行きすぎてしまってたりとか、左に行きすぎてしまってたりとか、すごい便利ですね。今日は天気もなかなか良くて、今、気温が、気温が11度です。なんかいい散歩日和ですね。ちなみにこの柏の葉キャンパスは、このようにこのアクアテラス一帯もですね、ちょっと道がきれいに整備されてますんで、結構朝とかはランニングする方とかもすごく多いんですよね。僕も毎朝、ランニングするんですけど、以前この辺りよく走ってました。朝気持ちいいです。ちなみにこの DJI ミモ前もなんですが、横の時はいいんですよね。こういう風に握ってる、ポートレート、ランドスケープかなっていう、この横が広く長くて縦が狭い、この比率になってるのはいいんですけど、結構スマホ使ってる時って縦で使うじゃないですか。で、縦の時にちょっとこれが見ての通りこう画面がねこう変わらずに、ランドスケープを維持してしまうのが、これちょっとアップデートで次変わってくれると嬉しいなと思いますね。縦の時には縦で表示して、で横にした時には横のこの状態に変わるという風になると最高なんですけどね。そしてここは、アクアテラスのキーサイトの反対側にあるところなんですけど、コイルというですねシェアオフィスが作られました。本当できたばかりで、ちょうどコロナ禍の間で作られたので、オフィス入るとこ少なかったんじゃないですかね。でも最近は随分人も増えてきてる感じがします。最寄りのクラフトビールの店なんですけど、結構こうおしゃれで時々行ってます。今度ね、まん延防止とか落ち着いた頃にはまた行きたいなと思います。いやー、この DJI のアクション2、この、ピークデザインのキャプチャー V3 との組み合わせ最高ですね。ちょっと今、その手軽さをお伝えするためにも今 iPhone で撮ってるんですけど、この横のこのボタン、これ押すだけで簡単に撮影が始まるので、もういつでも撮りたい時に撮れますし、もちろんさっきみたいにアプリケーション使って撮影もできるので、ほんと Vlog に最適なセットを作ってしまいました。我ながらナイスアイディア。じゃあこのまま蔦屋書店に行きたいと思います。今設定がホライゾンバランス、ホライゾンバランス機能ですね、使ってます。ちょっと僕歩きながら喋ってると変な感じに思われるので、エアポッドつけて話してるように見せます。このフェニーレーンは栃木の那須で有名なお店ですね。ちょっと
でもちろんすごい人気があってレジに行列ができてます。ここの T サイトは蔦屋家電がないんですが、最近はちょっとしたこのような小さな家電のコーナーができて結構嬉しいですね。歩きの放送がマシンに持ってます。ダンバルミューダのコーナーちょっと待ってますね。フサの駅からやってますね。いろんな道の駅のような市場の名産物が集まっているお店です。ピーナッツが有名な千葉県ですけれども、このようにピーナッツとチョコレートいっぱいあります。なんか不思議なの試食がすごいな、ね、いただきます。中古、気になってるのはこの骨伝導イヤホンなんですよね。結構デザインシンプルで前つけてみたんですけど音も悪くない。このアフターショックのオープンコンは結構評判いいんですよね。これはトロイカというメーカーのオーガナイザー。いろんな小物入れるのに良さそうです。2.7K のホライゾンステディ、一番手ブレ補正最強のですね、ぐるんぐるん動いても安定するっていうモードを今最後に試しています。これ3つ目の3段階目なんですけれども、どうでしょうか。結構動いても、あとこの場合は走ってもかなり安定してくると思いますが、どうでしょうか。これさすがにこれはちょっと難しいかな。
はい、これがホライゾンステージでした。ちなみにこの DJ アクション2なんですけど、本体にデータの保存もできますし、こちらの SD カードにもデータの保存ができます。ただ、内蔵の方は約23ギガちょっとぐらいしかないので、すぐにいっぱいになっちゃうんですよね。で、そこから SD カードの方に移すことができるんですけど、ちょっとこれがすごく時間がかかります。ここの転送スピードももうちょっとね、速くなったらいいなと思います。ということで今日は、このロックステディ、ホライゾンバランス、またホライゾンステディ、この3段階の手ブレ補正を試してみました。この新しいソフトウェアアップデート、本当にね、めちゃくちゃ素晴らしい機能がアップデートされていて、またこれから出てくる DJI マイクとの連携もですね、すごく楽しみですね。それではまたお会いしましょう。バイバイ。